でできることをですね、得意じゃなくてもいいできることを一つ一つ重ねていくことの大事さをこの物語からも感じますしもう一つはですねこれこそが仏教のお釈迦様の教えの私が大好きな部分なんですよ。 皆さんこんにちはスマデラの小池洋人ですいつもご視聴いただきありがとうございます、えー、先日ですねあのー、から始まりましたふんへプロジェクト、えー、YouTube の方でも対談で三田先生とですねお届けしましたけれどもその中で三田先生からお話がありました首里半徳さんの話を、えー、今一度ですねお話ししたいと思いますでこの首里半徳さんというのは お釈迦様のお弟子様でございまして、えーまあ、ものすごく物覚えが悪い方だったそうでございます。どれだけ物覚えが悪いかというと自分の名前すら覚えられないというね、まあ、これは相当だなと思います。えー、でその自分の名前を聞かれたら困るので自分の名前を書いた板をですね背中に背負っていたと。で名前を聞かれたらこの背中を指さしてたというんですねで。やっぱりそれだけ物覚えが悪い ということになりますとやはり周りからはバカにされてしまうわけですねでお兄様がいらっしゃったそうでしてこうお兄様がまた対照的にものすごい聡明な方だったそうです。辛いです,、ね、私も兄がいますけれども、えー、だい,たい兄弟あるあるだと思うんですけど小学校に行ったりしてね「えー、お兄ちゃんはよかったね君はもう一つだね」とか言われてねあの勉強なんか特に比べられました。 えー、なかなか辛いもんですけれども首里半読さんのお気持ちが少し分かるような気がしますけれども、まあ、やっぱりこの皆からバカにされると辛いものでして、えー、首里半読さんもう自分をこう「ダメだダメだ」っていうふうに思うようになってしまうんですね。でみんなには迷惑をかけるし、えー、そしてお釈迦様の顔にも泥を塗ってしまう、まあ、自分がお坊さんでいるということは迷惑をかけてしまうんだということを思いましていよいよ思い詰めてもう この相談を去ろうとお坊さんをやめようと思ってこう泣いていたところにお釈迦様が現れるんですね。修理反読用どうしたんだとお聞きしますとかくかくでとそうするとお釈迦様どうおっしゃったかというとですね「そうか」と「でもお前は自分が愚かだということに気づけているじゃないか」と言うんですね。 この世の世中に自分はできている自分は分かっていると思って、えー、いる人がどれだけ多いことか何も悟ってないのに悟ったかのように勘違いをしたりですね、えー、分かっているというような思いになって、えー、迷いの中にいる人がどれだけ多いことかその分「首里半読お前は自分が愚かだということに気づけている」。それは素晴らしいことなんだ というふうに励まされるんですね。あ確かにそうだな、えー、以前にもお話しした残機の心ですね、これはまさに。自分は至らないということを気づけるということが大事なわけです。でこういう言葉もありまして、一番深い闇は分かっているという思いですというね言葉があるんですね。一番深い闇。でこの知恵がない状態のことを仏教用語で、ない明かりと書いて無明っていうふうに、 言います般若心経にも出てきますね知恵のない状態を無明というんです。つまり真っ暗闇ということです真っ暗闇にいたら我々どこに何があるかわからないから溝にはまってしまうかもしれないし壁にぶつかってしまうかもしれない道もわからない人生も一緒で知恵がなかったら暗闇をただ闇雲に進んでいるようなものなんだそれぐらい知恵がなきゃいけないということなんですだから知恵が大事だということなんですけれどもこの 知恵というのが知識とこのこんがらがってですね。勘違いされてしまうことが。知識というのはわかるということですね。でも、この知識というのが身についてくると自分は分かっている。何でも分かったんだっていう勘違いが起こっていくわけです。で、この勘違いが実は一番深い無明なんだっていうふうに伝えているわけですね。で、そういう意味では処理。判読。あなたは自分が愚かだということに気づけてるじゃない。か。 だだ。ったらら大丈夫だ修行を続けられる。そしてお,お釈迦様は蜂起を渡してですね「えー、塵を払い赤をのぞかん」この言葉だけは覚えなさいと言ってですね来る日も来る日も「塵を払い赤をのぞかん」と言い続けてただただ掃除に励みなさいというふうに、えー、お伝えになったんだそうです。で修理班読は「塵を払い赤をのぞかん」ひたむきにこう えー、掃除を続けるその姿をお釈迦様は微笑ましく思っていたわけですねただある日首里半読に「あと一つねあの汚れてる部分があるんだそれに早く気づきなさい」というですねでその意味がわからないだけども首里半読は作る日も来る日もそれを続けていった時にあの最後にはですねああ汚れていたのは自分の心だったんだということに気づいてそこで悟りを開いたというんですね。 あのみんなにバカにされていた手裏判読が掃除一つのこととをを続けることによって悟りを開かれたこれはあの私一つのこと何か何でもできる人もたまにいらっしゃいますけれどもそんな人ばかりじゃなくてですねできることは限られてたりしますでもそのできることがでも誰しも一つ二つとあるはずなんですね。 でその自分が得意なことをですねできることをですね得意じゃなくてもいいできることを一つ一つ重ねていくことの大事さをこの物語からも感じますしもう一つはですねこれこそが仏教教のののお釈迦様の教えの私が大好きなな部分なんですよ何かというと皆が価値がないというものにこそ価値を見出すその心ですよね。物覚えが悪い 一般社会だったら手裏判読っていうのはもう本当にこのバカにされてそう終わってしまうようなそういう存在だったかもしれないでもそういう手裏判読皆がバカにするようなその手裏判読にこそこの価値を見いすお釈迦様の教えがそこにありますしふんえだってそうですよ皆が忌み嫌うような汚らしいその布でもそれも洗い清めて袈裟にするそれが最上の衣だという価値の転換ですね。 皆さんもそれをぜひ覚えておいていただきたいあダメだな特にこれは自分が落ち込んだときに思い出してほしいですねあ自分には価値がないなんていうふうに思ってしまう人があたくさんいらっしゃいます私もそういうときありますあ自分は何やってもダメだな自信が持てないときありますでもダメだなって思ったならばですねダメだと分かっている自分には価値があると思ってほしいんですね 以前にもお伝えしました魔法の言葉そこがいいんじゃないっていう言葉言いましたね三浦潤さんの言葉これもまさに価値の転換ですああダメだなって思っているところにポジティブな言葉をかけていくああなかなか人前でうまく話せないなとか人間関係うまくいかないなそこがいいんだよって思うんですよこれはもうあの無理やり思うんです言葉に出すんですな何がいいのかわからなくていいんですよね。 そこがいいんだ。ここらが価値の転換です。だからあの皆周りがダメだって言うから世間がダメだって言うからそんなことで自分の価値を決めつけないことが大事だと思うんす。自分にはかけがえのない誰にも真似できない、えー、誰にも変わることができない自分という命を生きているわけです。なぜならばこの宝くじがですよ。百回連続で当たる。 確率よりも低い確率でみんな生まれてきているそうですね。とんでもない確率です。それはもうここにいる全員、もう聞いていただいてい皆さん、誰一人としてかけがえのない、だ誰誰一人としてこの世にねいらない存在はない価値のある存在なんだっていうことにあのやっぱり気づかなきゃいけないと思うんですね。だから世間的価値観に振り回されずに。 えー、自分が落ち込みそうな時は価値の転換というのをねあの意識的にしていただけたらいいんじゃないかなというふうなことを思います。でまあ少し話余談ですけれどもシュリハンド読さんが亡くなった後にシュにハンド読さんのお墓からあの名前のわからないあの草がこう生えてきたわけですね植物が。でそれをシュリハンド読さんのお墓から出てきたからということで「妙ょと名付けたというんですね。でというのはあの 名前を担うって書くじゃないですか,か名前を担ってたんですね首里半独さん名前を担ってたでは「みょうというのは首里半独さんを表す言葉でしてなのでみょを食べると物忘れが激しくなる <laughs> バカになるってよく言われますよねあれはその仏教のこの由来の話から来ているということもちょっと覚えておいていただけたらなと思いますみょを食べながら価値の転換をね感じていただけたらなと思いますが、はい、ぜひ皆さんも自分の価値をねあの 価値がないなんて思わずに、えー、どんなにダメなことが続いたとしてもかけがえのない存在だということを信じてですねあのお祈りし,しながらあの暮らしていっていただけたらと思います、えー、今日もご視聴いただきましてありがとうございました,ましたでは最後に皆様のご無事をお祈りしましてご報告をお唱えしたいと思います ナムダイシーヘンジョーコンゴナムダイシーヘンジョーコンゴナムダイシヘンジョーコンゴ本日もありがとうございました。